アニメタイムはテレビ朝日系列で2019年10月5日より毎週土曜16時30分17時30分に放送されているアニメ放送枠である。本枠の前身は金曜夜7時のアニメ枠である。2019年10月期改編により21時枠からざわつく。金曜日が前身枠に移動してくるためドラえもんとクレヨンしんちゃんが 放送順序を入れ替えて、今の時代の子供たちのタイムスケジュールにマッチした放送枠として新設される本、枠で放送されることになった。テレビ朝日系列で、土曜16時台に全国ネットアニメ枠が設置されるのは開局以来、初であり、土曜17時台に全国ネットアニメ枠が設置されるのは1998年3月28日を、もって、日曜朝7時枠に移動した。 BB ダマン枠外伝以来21年ぶりとなり、テレビ朝日の土曜日の全日帯に、レギュラーのアニメ枠が設置されるのは2012年の、エリアの騎士以来7年ぶり。これにより、ドラえもんが土曜に移動するのは1981年9月以来38年ぶりとなり、さらに、クレヨンしんちゃんが土曜に移動するのは2004年10月以来、約15年ぶりとなる。また、 この移動により、クレヨンしんちゃんが2003年9月以来、16年ぶりに30分放送に戻ることになる。また、開始段階では、両アニメともに、新鋭動画が、アニメーション制作を、アディケが、広告代理店を担当している。なお、この枠の新設によって土曜夕方には、当枠と、読売テレビ制作土曜夕方5時30分枠、 6時枠のアニメ番組と2時間にわたってテレビアニメが連続することになるが、読売テレビ、日本テレビ側は歓迎する姿勢を見せており、アニメは子供、若者、親世代、そこが大きく可能性が秘めていると思うので、一緒に盛り上げられたら一番いいなと思っている。やっぱりテレビをみんなで見るということをまた土曜日に、生み出せればそれはありがたいことなので、頑張りたいとコメントしている。 2020年4月改編で BS デジタル放送の BS 朝日でも本枠のアニメが放送することが決定し、かつてのテレビ朝日の金曜夜7時のアニメ枠のように、金曜19時19時30分枠にドラえもん19時30分20時枠にクレヨンしんちゃんという編成で放送する。なお、このアニメタイムという名称は一部のニュース記事等に使われていた名称であり、 前述の BS 放送も含めてあまり公に用いられていない。また、ドラえもんに限り、テレビ朝日系列外の一部の地域でも遅れネットで放送されている。ありがとうございます。